おめでとうございます。ありがとうございます。まず買った時の気持ちから教えてください。どんな気持ちでしたか？もうホッとした感じで、はい、本当に勝てたっていう感じですね。ねえ、おめでとうございます。前はあの試合前は強気なこと言ってたんですけど、いざ勝ったらやったーっていう感じですおめでとうございます。お座りください。どうぞおかけいただきます。ご主人、はい、野上さん、前回負けた時にはもういいと思いますとおっしゃってましたけど、はい、この再戦に向けては、はい、どんなお気持ちで？複雑な気持ちもありました。やっぱり一回今まで倒れたことない選手が初めて試合で倒れたので、体ってそういうのって覚えてるんですよね。なので、うん、もう一度ってなった時に体がやっぱり恐怖反応を示すんじゃないかなっていうのもあったんですけれど、うん、やっぱり本人とも話してこのまま終わるのも悔しいっていうのもずっと言ってたので、うん、もしチャンスがあるなら乗ろうっていうのを思ってました。うん、でもその間ね、迷いながらもその体は一応こうトレーニング続けないと、ね、チャンスが来た時にいけないじゃないですか。そこの、ね、モチベーションって奈々さん難しくないですか？そうですね、本当に自分のマックスにたどり着くのはかなり難しかったんですけど、うん、プロボクサーですから。すごいですね。今ご主人がね、うん、この時に、うん、ま、もうこれで一度くぐりついたと思いますって言って、その奥さんに軽くこう引退をしても大丈夫なんだよっていうふうにされたじゃないですか。ほんでもう一回やるって言われて、ほんでまあ練習とかでもこう殴られたりとかこう、はい、パンチ受けたりとかするじゃないですか、はい、あんなんはどういう思いで見られてるんですか？リングに上がってる時はもう奥さんというよりも選手でしか見てないので、そうじゃないと見れないですね。そうですね、もらうところなんかね、はい、ね、すごいもらいますもんね、やっぱり、ね、自分の奥さんが殴られてると思ったら見らんないですよね。そういう思いでは無理でしょう、ね、はあ、そうですか。かなりその高知での対戦、2000メートルですか、はいはい、の場所での対戦だったということですけど、体しんどくなかったですか？すっごくしんどいです。本当にもう1ラウンドで息が上がってしまうような状況になってしまうので、うんうん、1ヶ月半滞在をさせていただいて、ああ、試合の時にはもうフルで10ラウンド動けるようにはなっていました。ほう、しかもアウェイですから ね、 判定になったらちょっとね、向こうに有利なのかなとか、うん、ありますもん ね、 ね、覚えてます、その判定で自分の名前が呼ばれた瞬間って？はい、覚えています。もう本当に今思い出しただけでもなんか恐怖感というか恐怖感なんですよ。待ってる間が、判定を待ってる間が本当に恐怖感で、もうたまらないかったです。本人が最終ラウンドを分かってなかったんですよ。最終ラウンド行く前に途中採点が出るんです、8ラウンドに、うん、でその時に引き分けだって言われて、あと2ラウンド取らないと勝てないよっていうので9ラウンドはしっかり行ったんですけど、最終回